い、皆さんこんにちは。ジジイの料理の時間です。はい、こんなん届いたんですわ。ハウス職員さんの商品のラインナップの中のスパイス付きの絵本、読む、作る、そして食べる、その3冊が届いたんですけども、アップルマフィン、キーマカレー、それにバターチキンカレー、まあこの中の一つを作るつもりでいてるんですけども、まあね、家の事情いうかね、家に何があるか、何が残ってんねやろ言うてね、冷蔵庫も見なあかんことやし、家にあるもんで作らんことにはね、わざわざね表に行って買い物してどうのこうのしてる時間もないし、表雨降っとるしね。はいはい、今日はね表雨ですわ。久しぶりの雨かな。はいはい、そんなんでね、それがどうしたことでしょう。今日はちょっと様子が違います。神社君、カレーにはナンとライスのどっちが合うと思いますか。さあさあ、どっち、パオン。そう言われても神社君困ってます。僕なんて食べたことないんだよね。ナンさんもライスちゃんもびっくり。なんと、なんてこった、パオン。なんでしょう、なんだ、みたいな。はいはい、そういう絵本なんですけども。そして後半は、そのキーマーカレーの作り方、素材の切り方とか、何分炒めるかとかね。はい、それとね、まあ、あれですわ、塩とかね、胡椒はね、まあ家にね、普通に置いてるもんやけども、今回使うクミンとかコリアンダー、ナターメリック、シナモン、はい、こういったもんね、わざわざ一瓶ずつ買うて、一遍使って、あ、残ってしまうやん、こんなん結構スパイスいっぱい買うて残ったら、はいはい、そういう心配もあるんでね、それが今回は使う分だけ、今回はね、4人前の分が、はいはい、ちゃんとね、ついてるんですわ。はい、こんな感じでね、はい、それを使うんで本一冊、これを買えばスパイスもついてるいうことで、あとスパイスが残ることあれへんしね。でまたね、いっぺん作ってみて、あ、これうまいなってね分かったら、後でまたねスパイス買うたらいいだけのことやし、はいはい、これはねお試し版でうまいこと作ったるな思って、はいはい、あれですわ、これがね、後ろの方に乗ったるフライパンに入れて何分炒めてとかね、みんな乗ったるんでね、はいはい、お子様と一緒になんか楽しんでね、パオーンとか言いながら作れるんちゃうかなと思って、はいはい、そしたらね、今からちょっとね作ってみますんで、はいはい、見ていてくださいね。はいはい、まずはね、トマトを切っていくんですけども、ちょっとね細かいとこまで読んでなかったいうか、湯でねちょっと皮をむく、湯むきいうかな、はい、それをしてくださいみたいなことね、はい、書いてたんですけどもはいはい、そんなんでね見てなかったんで普通に切ってしまいましたわ。まあまあね、炒めるんであんまり変われへんかないうことで問題なしですわ。はいはい、続いてはね、玉ねぎですわ。玉ねぎがね、200g、まあ1個ぐらいかな、1個を2センチぐらいに切ってラップして、電子レンジ、500W、それで3分。はいはい、今回はねちゃんと読んでますよはいはい、そういう感じですね。
はい、続いてはね、下ごしらえの、スパイスになるんですけども、セットのスパイスは分量通りに入っているから全部入れてください。はい、クミン、コリアンダー、ターメリック、シナモンを一つに混ぜてください。こんな感じですわ。はい、それが終わればね、今回使う、プレーンヨーグルトとか油とか水とかニンニクとか生姜とかね、醤油とか、それとかね、ケチャップ、塩コショウ、はい、そういったものをね、準備して、はいはい、ね、3分経ったんでね、ちょうどね、茹で上がったというかね、玉ねぎが、はい、こんな感じですわ。はい、これであれかな、滑って準備が終わったんかな。次はこれからは、あとは炒めていく、はい、そういう作業になります。はいはい、それじゃあね、フライパンにサラダ油を入れて、先ほどの玉ねぎを弱火か中火でほぼ3分炒めていきます。まあね、今回はフライパン使わずにルックルーゼのね、これは何や、入れもお鍋みたいなのでね、使ってるんですけども、それが終わったら先ほど混ぜたスパイスを炒めて入れて炒めていきます。これがね、大体中火で1分ぐらい、はいはい、細かいとこまでね、みんな書いてるんで、はいはい、失敗することはないと思いますわ。はい、続いて、ひき肉と生姜とニンニクを入れて、さらに中火で5分、はいはい、その後トマトと水を入れて中火で5分、5分5分1分3分かな、今でだいたい15分、はいはい、ここまでね、終わったらあとは火を止めて、ヨーグルトと塩、砂糖、醤油、トマトケチャップ、はいはい、それでね、味を整えていって終わりかな。はいはい、そしてね、最後にかき混ぜながら1分加熱で完成になります。はい、そしたらね、実食いうかね、盛り付けですわ。あれ、ご飯の方もちょっとね、黄色いね、色をつけたいんで、ウコン、ターメリックかな、はい、それ入れてご飯を1合炊きました。それに、サラダ、今回もね、そんなにあれんかったんで、作り置きのサラダと、これは人参のね、とあれですわ、干しぶどうかなんかで作ってるやつ、それとミニトマトと、であれ、きゅうりのピクルスね、はい、それだけしかなかったんですけども、それを盛り付けて最後にキーマカレー、はいはい、めっちゃうまそう。味の方はね、本格的なね、味になってると思います。はいはい、それじゃあね、実は
なんもあるんですわ。キーマカレーにはライスかなんかってね言うてたんでね、両方用意してみました。オーブンでね、ほらこんな感じで、なん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 ていう感じですわ。はいはい、そんなんで神社くんとナンさんとコックのライスちゃんの登場した絵本を参考にキーマカレーを作ってみました。いかがでしたか？参考になりました？最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次はアップルマフィンでも作ってみようかな。おやすみ。